Welcome to our neonatal intensive care unit at Centennial Women's Hospital in Nashville, Tennessee. この60床の NICU では、昼間は新生児専門医2人、NP1 人か2人、そして夜は新生児 NP と医師の両方が当直をして24時間勤務をします。ドクターと私が1日を始めるところです。ぜひレポートの様子を聞いてください。Respiratory course was complicated by pneumothorax. Test tube is long out. Is on minimal moderate settings. Actually, the pressures are low. The oxygen's minimal moderate. The rate's about 60. Minimal trophic feeds. 23週で生まれた赤ちゃん、今日で24週と4日ほどになりました。これまでの経過を手短に述べてくださいました。呼吸窮迫症候群や気胸、動脈管改造症などの現在の疾患ばかりではなく、脳室内出血や壊死性腸炎などのリスクも深く考える必要があります。そして新生児の疾患はそれぞれつながりがあります。成長しながら疾患を乗り越えていく、そんな新生児を管理していくのが私の仕事です。そして次の赤ちゃんは他の施設から動脈管改造症の外科処置のために送られた赤ちゃんでした。続いて23週で破水、そして29週まで持ちこたえて生まれたばかりの赤ちゃん、大変順調だと先生は喜んでお話しされました。本当にラッキーなご両親だわとコメントされながら、細かいことは任せますとおっしゃいました。先生は私の臨床能力をよくご存知です。またさらに私の限界も把握しておられます。私たち NP が経験を積むほどに独立して判断をしていく範囲は広がっていきます。そして自然にその信頼関係の中で先生たちも安心して任せられるようになるのです。それは不思議な関係かもしれません。先ほどの23週の赤ちゃんのベッドサイドへ私は戻り、回診を始めました。お母さんに挨拶して診察をし、さまざまな検査値やバイタルサイン、また心音、呼吸の様子などすべてを調べます。そしてその日の輸液のオーダーからすべてのことを私が決めます。何か迷うことや質問があれば一言ドクターに相談をするのです。経験年数の浅い新しい NP と新生児専門医が初めて仕事する日は、コミュニケーションの量は普通の数倍になります。これまでにもたくさんの NP 学生や新人 NP の研修に参加してきました。ラウンドが家族と赤ちゃんの視点から、そして安全に行っていけるよう、指導する側にも大きな責任があります。そして私は診察をしながら、小さな体なのに大きな足でとお母さんに声をかけました。お父さんが186センチの背の高い方なのだとお母さんは嬉しそうに語ってくれました。この日の午後、私はこの赤ちゃんに、中心静脈ラインを挿入しなければなりませんでした。そのためにそっと手足を見ていたのですが、小さなコメントでお母さんが笑ってくださったのが嬉しかったです。面会時間も施設によっての違いはありますが、私たちのところでは看護師交代の1時間朝夕を除いてはいつでもご家族が赤ちゃんと過ごせるようになっています。クリッピングをしたばかりの赤ちゃんの担当は新人です。緑のスクラブを着た彼女は何年もの経験のある NICU ナースです。必ずしも NP と医師はこのようにサイドバイサイド、隣り合わせで診察をするわけではありません。けれども、この様子は私たちの連携プレーを象徴するのではないでしょうか。
動脈管が開いてたという、そういう赤ちゃんによくある、うん、あの症状なんですけれども、かなり専門的ですよね、それ。そうですね。その日の肺の様子を前日と比べたり、気管チューブの位置を確認したり、胸部レントゲンも様々な情報を私たち医療者に与えてくれます。このお母さんは気管チューブのこと、胸部レントゲンのこと、経口栄養のこと、何でも一生懸命吸収するように聞いてくださいました。血をあのもう一度することにしてで、そのことももちろん先生にも今あのこういうことにしましたからって今お話ししまして、先生があそうしましょうっていう感じで、報告だけですね。報告は今急いでしておきましたので、うん、すぐにしない時もあるんですけどね、今日の場合はお母さんもいらっしゃったし、すぐに報告したら先生に報告しましたよっていう、そのコミュニケーションをしてるんだってこともお母さんにも見てもらえるっていう、そういう今ちょっと気遣いをしたんですけど、お母さんも安心できるし、私も23週で発生し29週で生まれたばかりの赤ちゃん、診察に入ります。ベッドサイドの看護師は赤ちゃんのリズムを一番よく知っています。つまり赤ちゃんの都合です。必ず時間です限り、今診察をしてもいいですかと看護師に必ず聞き、彼らの目から見て何か気づいたことがあるかどうか尋ねることにしています。思いもよらない素晴らしい発見が看護師の口から聞かれることがよくあるのです。破水後6週間経って生まれた赤ちゃんです。感染のリスクを考えなければいけません。CBC、CRP 値、さまざまなことをナースに説明します。チームの一員としてのナースの知識は大変貴重です。彼女はカフェインの量はどうやって決めるのかとか、抗生物質は何日間続けるのかなど、大変細かな質問をしてくれました。時間のあるだけ説明すると、それだけ家族へも正確な情報が伝わります。そして次に、このナースがナースプラクティショナーに対する意見を言うのをぜひ聞いてください。新生児 NP はベッドサイドのナースとしてのあなたにどのような意義がありますかとの質問に、彼女は大きな意義がある、またファビュラスだと言いました。理由の一つは、新生児 NP の多くが実際看護現場を経験した過去があること、またその上に医学知識を持っていることです。看護師のニーズや家族のニーズに気づきやすいのはやはり NP の方だと思います。決して医師が劣ってるなどとは言っていません。2つの別の職種が上手にチームを組んでいるからとても貴重なのです。医学はとか看護はという分け隔てのある医療ではなく、チームであるから貴重なのだと思います。新生児専門医師の豊富な経験と知識があるから NICU は成り立っているのは確かです。 NP の存在のおかげで病理、さまざまな高度な新生児の医学的知識が遠いものではなくなりました。いろんなことを一生懸命教えてくれるので、私の向上心をそそります。NICU に NP がいないのは私には想像がつきません。最後に中心静脈カテーテル挿入の場面を紹介します。この処置は私の現場では新生児 NP か医師が行う処置です。病院によっては特定の看護師グループを中心静脈カテーテル挿入チームとして訓練しているところもあります。マッショルト確保はすべて看護師の責任です。もちろん何人かがトライしてうまくいかないときは NP にお呼びがかかります。新生児 NP になる人の中には、2、3年の経験のある人から20年という長い経験を持つ人まで様々です。私は7年ほどの経験で NP の職に入りました。教育レベルの違う様々な職種がこうしてチームとして機能しているのは、できる限りの部分で責任と役割を共有しているからではないでしょうか。
責任と役割の共有がチーム医療の鍵なのではないかと思うのです。それを患者さんも望んでいるのではないでしょうか。患者や家族と身近な存在であるナースが熟練した看護体験の上に医学知識を習得し、厳しい臨床訓練を通るとき、この新しい NP という存在は患者、家族、そして医療者のためにも貴重な存在となります。外見では治療に参加し、ナースらしくない業務を行っているように見えるかもしれませんけれど、過去の看護体験が数倍にもなって臨床現場に還元されていると、この新生児 NP は確信しています。 NP として臨床の場で患者と家族へ、看護スタッフの教育へ、また NP 教育へと与えられている人生の貴重な医療者としての時間を、世界の臨床現場の皆さんと共に共有し続けていけたらと心から願っています。医療の質を維持して向上させていくために、途上国も先進国も同じように看護へ大きな期待をかけていると言っても言い過ぎではありません。そして教育と訓練の拡大で、私たちの医療への貢献は限りない可能性を生み出すのです。